こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞孤読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして大きな画面にして今記載されている第一条から第七条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください 箇所でででも承諾きききないといいいととう方がららっしゃいましゃままたらここのの動画の続きを見ることはできませすべてに承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができますそれではいってみましょう LINE に登録してくださいそしてこの動画の感想を送ってくださいねステッカーを販売しております1枚600円です LINE でお申し込みくださいね 令和2年1月30日木曜日草コイン新聞 FX 中野研究会今日のね、千葉県松戸市はね、すごく暑いんですよね。17度もありまして、さっき車乗ってね、ちょっとお昼ご飯買いに行ったんですけど、暑くて暑くてね、エアコン、エアコンつけました。車の中で。家の中はね、なんか家自体がまあ冷たくなっちゃって、凍ってね、カチンカチンになってる感じでね、 家の中はちょっと寒いんですけど、外は暑かったですね。はい。今はね、時刻は午後の2時56分ですね。そろそろ3時になるので、えー、もう一回ね、洗濯、干 <coughs> そうかなと思ってます。あとコロナウイルスがね、ちょっと心配ですが、まあ、僕はね、そろそろ収束すると思ってまして、えーまあ、中国ね、一生懸命やってますしね。 日本政府もチャーター便を出して、一生懸命やってるんでね、まあ、僕はもうそろそろ、えー、コロナウイルスは収束してですね、まあ、撲滅するんじゃないかなと、本当にね、思っております。で、本日のお題なんですけれども、あの、ちょっとね、たくさんですね、えー、たくさんの方からですね、FX、やっぱり勝てないんですよと。 どうしても勝てないから、もうやめようかと思ってるっていう話をね、たくさんいただいてます。それで、まあ、やめるのはね、いいとこ、うん。あの、まあ、これ以上損しないからね、やめるっていうのは、あの、すごくね、の決断が、勇気がいると思うんですけど、株とかね、為替、FX、株、ん株、ん株 FX、仮想通貨、先物、 なんかね仮想通貨なんかも本当にまあ <laughs> 騙されたっていうか僕なんかもねなかなか上がんないですねビットコインだけですね少しだけ上がってるのはそれもなんかまた下がりそうな感じですしね、まあ、ノアコインどうなっちゃったんだって感じもしますしねリップルなんてもう26円とか25円とかねまあ50円70円もいかない まあ夢の世界になっちゃいましたね、本当にね。まあ、それでまあ仮想通貨もね、まあ、僕もしばらくやもう辞めてるわけでございますが、株はね、えー、昔、昔、もう20年ぐらい前かな。20年は経ってないです18年ぐらい前にやってね、ちょっと痛い目にあったので、もうやってません。その後ね。で、FX は、まあ、そんうん、まあ何、10年も経ってないですけど、かなりやっててね、 だいぶあの安定して勝てるようになってきました。なってますね。それで、まず1番、なぜね、なぜ FX で勝てないのか、仮想通貨で勝てないのか、まあ、仮想通貨、仮想通貨で勝てないのはちょっとね、難しいですね。まあ、株も為替も先物も、えー、先物もね商品先物も全て相場ですから、なぜ勝てないのかということと、2番、これからどうやって生きていけばよいのか。 まあ FX とかね仮想通貨でまあ大きな借金を抱えてしまってまあそうですね例えばまあ手持ちで持ってた300万円の貯金を全部使い果たしてねその後楽天スーパーローンとかいろんなクレジットカードとかで借金してしまってまあ借金が300万から500万ぐらいあるとでこれからどうやって生きていけばいいのとい,い,いうね話とかまあ借金はないんだけども うんまあ、ちょっとうつ病状態になってしまって、うつ状態になってしまって、まあ、仕事もまあまあならないと。まあ、そういう中でどうやって生きていけばいいのかっていう話もね、たくさん毎日相談、うん、来ています。それでま,あまずね、MT4 でですね、まあ、ドル円とかの状況を見てみましょう。えー、ということでですね、まあ、MT4 ですね。 まあちょっとね、あのー、6つぐらい出してます、今ね。何を出しているかというとですね、ちょっと待ってくださいね。エピックペンを出すんで。はい。エピックペンが出てきたんでね。はい、すいません。えっと、まあドル円だけ出しててもいいんだけど、それだけだと分かんないんでね。これがドル円なんですよ。ドル円 FX。 FX ねでこれとまあ反対の相関関係があるのがゴー,ゴールドですよねゴールドの商品先物ゴールドまあだから、まあ、金が買われるってことは世界世界情勢がすごい緊迫してるので、えー、金が買われるってことは円も買われるんでドル円も下がりますよね、まあ、だからこれが円ドル エンドルだったら、金が上がった時円エンドルも上がるんだけどね。ドル円だから下がるって感じかな。<laughs> で、これがニューヨークダウ先物ですね。ダウの先物。まあ、株ですね。指数ですね。ダウ先物。あと、インデックス、トピックス、インデックスですね。そして、これが日経225ですね。日経先物ですね。うん。いやちょっとね。で、これが、 えー、ポ,ポンドルですね。ポンドドルですね。ポンドル。イギリスですね。ポンドル。で、これが、これ日経先物でしょうえっと、これがですね、ダウ現物ですね。大体同じ動きしますけどね。現物。はい。 こんな感じです、ね、それでですねまあまあ私たち、まあ、僕はあの日頃このドル円ばっかりやってるんですけども、まあ、あの法則性があって動いてますからねドル円っていうのはねでまあ5分足とか見ててもわかんないんでねやっぱ1時間足ぐらいで見ないとわかんない下がってきてまあ上がるかなって感じですね4時間横横ですねゴールドは5分の4時間 微妙ですね。ニューヨークダウン4時間。日、ま、足、あ、しにしますか。日足、日足。横横ですね。とにかくね。今ちょっとできる状態じゃないかな。まあ、コロナウイルスの状況以下んで、上行ったりしたりしてますよね。だからニューヨークダウンなんか見てもですね、まあ、ずっと上がってきたのが、まあ下がってるって感じですね。まあ、よく上がってきたなと。 これ、冷やしですけどね、まあ、こうやって押し目をつけながら、利確がありますからね、たまにね、押し目をつけながら、ここで、まあ、3万ドル行くかなって言ったところで、まあ、コロナウイルスでドーンと落ちて、1回上がったんだけど、落ちてると。で、ここからどうなるかですね。で、まあ、これ、週足だとどうなってるかというと、こうですね、突き足はこうですね。 よく上がってますね、これね。よく上がってますね、本当にね。まあ、あの、こうやって見てみるとですね。あまあ、アメリカのニューヨークダウっていうのは、まあ、これ、XM の MT4 だとですね、2002年の1月からしかで、2002年の1月からしか表示されないんですけどね。まあ、17年前か。18年前ですね。17年前か。 ただ、これはまあこら辺で持っていれば、上がって一旦下がっちゃった。これ、リーマンショックで下がりましたけどね、これ。6000、6622ドルまで下がりましたね。うん。ただ、それもそのまま持っていればね、こんだけ上がったと。こんだけ上がったということですね。まだ5倍はいけないけど、4倍ぐらいかな。64、4倍ぐらい上がったんですね、だからね。 まあ4倍ぐらい大したことないですけどね。うん、すごいね、アメリカは。<laughs> アメリカはすごいなと思いますね。はい、それに比べ日本はっていうとですね、日本の、まあ、日系っていうのは皆さんご存知の通り、大したことないですよね、これね。うん、まあ、これも2000、 え2005年1月からですね、これね。うん。まあ、買って下がって、そうですね。リーマンショックで下がったって感じですね。うん。リーマンショックでこう下がってきて、で、ここで、えっと、2011年、ここであれ、 阪神大震災ありましたね。まあ、ここら辺が、あれですからね。まあ、リーマンショックもあったし、民主党政権っていうのもあったからね、ちょっと立ち上がらなかったのが、こ、えー、こら辺で安倍政権に代わってですね、アベノミクスでも上がってきたと。で、ここで一旦下がりましたけど、また上がったということですね。で、今はもう横横ですね、これね。レンジ、レンジ相場ですね、これね。うん、今レンジなので、ちょっと気をつけないといけないですね、今ね。 うんこんな感じになって、下かうん、上かですね。今レンジなんで、ちょっとあんまり動かないよ、ね、今上ですから、下来て、下来たら上行くって感じになるかもしれないですね、うん。気をつけないといけないですね、今はね。はい、それで、まあちょっと私はドル円、ドル円やってるんでね、ドル円見ますと、 まあ、これがいつものですね、ペナントフラッグですね。うん、ペナントフラッグで、ここが、えっと、2016年、トランプ大統領が就任して、爆上げして、あと横横ですね、ずっとね。横横です。で、これが突き足で、これ、週足ですね。まあ、しかし、ゆっくりですね、これ、週足で、これがね、 去年の1月3日のフラッシュクラッシュでここね、104円50銭までいった。これ1月3日ですね、去年のね。104円50銭。それから上がってきて、こうやって上付ついて、下ついて、上付ついただけですね。で、今度下行くんじゃないかって話で。まあ、あの、ここまで落ちてますからね、ここまでね。ただ、落ちてるんだけど、 あの気をつけなくちゃいけないのは、じゃあこのまま下ずっと行くのかっていうとそうでもなくて、えっと、上下、上下って波のようにね、こうやって、ここもそうですけど、上の方をずっと何回かついてるんですよね。上行って、下行くけど、また上行って、ほぼほぼ同じとこまで上がって下がるけど、またほぼほぼ上、同じとこまで行って下がって、また上、下がって、またほとんど上の方まで来てから下がりますから、 うん、でここはまあ、上行って行って下がって、また上ですね。2回ダブルトップつけてから下がった感じなんで、ここは素直でしたけど、でここまで,ですね、どうなるかわかんない。ここまで下がったっ、今下がってますけど、また上行って下がって、上行って下がって、上行って下がってっていくかもしれないですね。はい、ということでね、これ <laughs>、ちょっと気をつけなくちゃいけない。週足ですが、ここのね、横横の、 ところがこれ去年の8月なんだよね。で、まあ僕もこの8月、去年8月でこれがレンジっていう気づくのが遅くてね。で、ここでまあ結構お金やられましたね、ここでね。レンジの場合は上も行かなければ下も行かないんで、ずっと持ってると戻ってきちゃうんだよね。なので、まあほとんどの人がお金なくなりますね、よくよくの場合はね。で、これが冷やしなんですけれども、ここのね、 ずーっと上がってきたやつは、去年の8月からずーっと上がってきて、8、9、10、11、12、1ってって、これ、ここの、この90度、円90度でこれ6ヶ月かかってますからね。らちょっと今、動きが遅いですね。うん、ここから、ここは何月だろうな。これ4月でしょ。ここからここまでが4ヶ月なんですよね。うん、それに比べてすぐ遅いですね。 4ヶ月なんで、4ヶ月でどのぐらい動いたかというとここからここまでなんで800ピプスですね。去年ね、えー。これ800ピプス動いてるんですよね。それに比べて直近6ヶ月はですね、えー、ほとんど動いてないですね。こっからなんで570ですね。ちょっと少ないですね。 570ピフスですねはいでまあ行ったり来たり行ったり来たりして何気にこう一旦落ちてね年末落ちて爆上げして上行ってねこうやってまあ,あの投資家を騙すような動きをすごいしてます <laughs> 冷やしで見るとですね気をつけなくちゃいけないのはまああのご存知の通りねこ上行って下行って上行って下行って ででこう大きなね、振幅で、なんとなく最終的には上行っていくかなって感じなんですよね。で、ここに来てるけども、ま,あ、まだこう上行くかもしれないんでね、こうやってね、上かもしれないんで気をつけなくちゃいけないですね。気をつけなくちゃいけないのとですね、もう一つこう見なくちゃいけないのは、えー、こう下でも上でもね、レンジになってるんだ、ね、よ、こうやってね。これ、冷やしなんですけども、 例えばここもまあ大きなレンジですよね、これ。ここもなんとなくレンジですよね。ここなんかもレンジだよね。ずーっとレンジですし、ここも何気にレンジだよね、これね。うんまあ、今もレンジですけども、上も下も行ってないよねと。で、ここは、1、2、3、4、5、6、7、8日、8日間ですね。8日。 上も下もレンジですから <laughs> ここは1234567891011日間ですね長いですねこれ2週間ですからね11日っていうとねでここは1234566 <laughs> かこんな感じですね長いんですよここなんかすごいね112345678910111121313日間ですからね 12345678、はい、これちょっと分かんないですね7日間ぐらいかなうんということなんでここ今のねレンジっていうのも123123まだ4日しか経ってないんですよねうんまあここが加減レンジだとするとまあここはまあこれ4日ぐらいか だからね、あの、4日しか経ってないんで、もう少しこう、何を待ってんだって感じですね。で、まあ、今朝方のですね、今朝4時の FOMC の政策金利、<laughs> FOMC 政策金利待ってたと思うんですけど、まあ、動かなかったですね。同じだったからね。なので、来週のね、雇用統計待ってるのかなと思ってね、そうしたら、まあ、明日入れて、まあ、 こう6、だから 6, 6日プラスすると10日ぐらい動かないのかなっていうのもあるね。まあ、雇用時計かな ?ISM かもしれないね。だから、明日も動かずにですね、これで、ね、上行くのか下行くのか分からない,かんないですけども、まあ、なんとなく上行きそうだね、ちょっとね、ここでうん、途中で、今まででですね、途中でレンジ組んで、そのまままたコーンと下行って、 1回レンジ組んだら必ず上ってるでしょここもそうですけどここもそうだよね一旦レンジ組んだら必ず上加減レンジ組んだら上上限レンジ組んだら下加減レンジ組んだら上でしょでここもレンジですよねで加減レンジ組んだら下上限レンジ組んだら下と 1,2,3,4,5,6,7,8,9か。これ9日ですよね。すっごい長いね、トレードになってるんですよねこ。この半年間ね。だからもう、痺り切れしてる人すごく多いと思うんですよ。痺り切れして、まあ、余計なポジションを取ってねあの、大きくお金減らしてる人多いと思います。まあ私も <laughs> その、ちょっとね、<laughs> うん、まあ秋、去年の秋ぐらいはちょっとあったかな。 うん、で、ここで、えー、上限レンジでこう一旦レンジブレイクして下がったと。で、下限でレンジ組んだら今まで必ず上なんでね、まあ、多少なりとも上行くかもしれないですね。うん、ちょっと上行ってからまあ下がってくるという可能性が非常に高いかなと思ってます。はい、それでですね。 <laughs> ちょっとね、あのー、相談事がすごい多いので、もう一度やりますけれども、あのー、FX やってる人でね、まあ、株も為替も先物も仮想通貨も全部一緒ですけれども、損失を出してる人が約8割なんですよ。まあ、5万、10万、100万、1000万、5000万、1億、10億ってね、えー、損失出してる人が約8割です。まあ、だから FX でも株でもね、 仮想通貨でもや,やらない方がいいよね、本当はね。で、トントンの人が15%。すごいよ、トントンというのは、うん。トレード繰り返して、今月どうだったトントンだったってすごいねって。すごいねって時間の無駄だったけど、すごいねって感じです。で、1円でも利益を出している人が、まあ、5%いると。20人に1人ね。まあ、これも。 まあ何ヶ月続くか分かんないですよ。今だけまあ、なんとか利益出てるけど、100円ねとか。ただそれじゃ食べていけないし、今後ね、大きな波に飲み込まれたら、まあ大損するわけですよね。で、<laughs> で、<laughs> まあ常にね、FX で勝ってて、えー、まあ、週単位では負けてるかもしれないけど、月単位ではまあ、4 50万以上の利益があってね。 え、とか、100万とか、500万、1000万の利益があってね、FX だけで食べてるって人は、え、ほんの一握りです,ですね、0.01% <laughs>。まあ、私のね、あの、感覚だと0.01%で、え、約1万人に1人だと思います。1万人に1人っていうのは、え、4ナンバーのですね、宝くじの4ナンバー、4ナンバーってのかな の4桁の宝くじと一緒だよね。えー、4桁の宝くじで、あれ、毎日やってますけれども、あれで、えー、1等当てるということでですね、あれは確か、まあ、1万分に 1, 1ですよね、4桁ですからね。それで1等は大体いい平均100万円なんですよね。まあ、そのぐらい の価値があるかなと FX で勝,つ勝ってねあのまあ週単位で負けてもいいんだけど月単位では一応毎月勝っているというのは非常に少ないかなと思います <laughs> でですねこの1万人に1人の中に入んないといけないわけだよね私たちはね FX やってるからねまあ遊びでやるんだったら別にいいんだけどねトントンとかでもいいしまあそう人出すのまずいからね 遊びでも損失、まあ、ゲームセンター行けば全部損失になっちゃうけど、それでもぬいぐるみとかなんかは持って帰れるわけじゃないですか。で、まあ、遊びでやるんだったらトントンでも1円でもいいんだけど、まあ、食べていくためにはこの1万人に1人の中に入んなくちゃいけないわけですよ。で、この1万人に1人っていうのは、どういう努力をしてるかというとですね、頭に汗をかく努力をしてます。で、まあ、その他の人ですね、これ。 その他の人はどうしてるかというとですね <coughs> その他の人は体に汗をかくと、まあ、いうような感じになってますねで <coughs>、まあまあ、体に汗かくというとさそのトラックの運転手さんとかね、えーまあ、なんか工場労働者とかね えー、お弁当作る人とか、まあ、パートアルバイトみたいなレジ打ちの人みたいにね、えー、感じで頭に汗をかく人は管理職なんじゃないのと思ったりするかもしれないけどちょっとそこと違うんだよねで学校教育で教えられたのは何でも一生懸命にやることですよねで勉強でもスポーツでも仕事でも何でも無駄な時間を過ごさずに打ち込むことでテストでは100点を取れますよね まああの問題があって答えがあってまあそれまあ暗記しちゃえばテスト100点取れちゃうもんねあ,まあとテスト慣れればね100点取れるしスポーツでは1等賞は取れますよね、えっと、練習たくさん頑張ればねで仕事では利益率が上がり出世すると思われてますよね出世しますよね必ずね、まあ、仕事でもえっと一生懸命やればさ先輩たちが切り開いてきたね仕事を一生懸命同じことをやればさあの たくさん売り上げが上がったり、まあ、利益率が向上するのでね、まあ、あの作業効率が向上するので、あのまあ、生産ラインでもさ、何でもかんでも、やっぱりあの一等賞取りますよね、出世しますよね。しかしね、えこれは頭に汗をかく人が考えたレールの上を歩む場合に限るんですよ。まあ、学校教育でも、あの一番最初にあの教育 <coughs> 内容をね、 学校,教学校教育の、例えば教育、教科書とかさ、テキスト、ワークブックなんかを作った人っていうのはすごいね、考えたと思うんですよね。でそういう、まああの、全然未踏の地ですね。誰もやった時ない、誰も歩んだことない道ですね。ジャングルの道をあ歩,歩いて、道を作っていく人がね、この0.01%なんだよね。で FX で常に、 えー、常に勝つ方法は1万人に1人が、えー、長年苦労、に苦労を重ね、歯を食いしばってたどり着いた境地の世界です。ちょっと待ってね。なおそうく。FX で常に勝つ方法ね。<laughs> こんな感じですね。FX で常に勝つ方法は、1万人に1人が、これね、0. 0.1%の人ね、FX で常に食べている人が、長年苦労に苦労を重ね、歯を食いしばってたどり着いた境地の世界ですから、そのレールが世の中に出てくることは実はないんですよね。<laughs> 実はないんですよ。FX で勝って,る勝ってね、食べている人が、 YouTube なんかやってないですから。だいたい YouTube でね、やってやったかったかったなんてやってないし、YouTube で勝つ方法教えますってやってないから、もうめんどくさいから、めんどくさいからそんなことやんないし、叩かれるだけだから、そんな時間めんどくさいしもったいないし、意味はないし、YouTube 出てこないし、ブログもやってないし、世の中に出てこないです。この、 ま、正直言いましょう。このね、0.01%。まあ、僕もね、僕はもう実はやめたい、やめちゃいたいんだけど、まあ、そういうわけにいかないんだけどね。この0.01%の、まあ、1万人に1人か、ひょっとしたらね、ひょっとしたらだけれども、10万人に1人かもしれないね。うーん。 50万円に1人 FX, FX で食べてる人ねまあ一月例えば50万から一月ね、まあ、50万も500万も一緒なんだけど50万から500万あ、まあ、500万と月500万稼げればさ別に5000万も一緒なんですよ FX ってあのロット数変えるだけなんで でさ毎月ね、コンスタントに稼いで、まあ食べてるよって。で、コツコツドカンもやってないですと。うん、コツコツドカンも、えっ、ー、と、卒業しましたっていう人ね。多分僕はその1万人に1人から10万人に1人。だからまあ平均すると5万人に1人ぐらいしかいないかなと思ってます。で、この5万人に1人っていうのは、皆さんね、探そうと思っても、あの、探せないですね。5万人に1人の人っていうのは、 食べてるよって言うけれども、あのー、たまたまねたまたま今月50万買ったってのそんなゴロゴロいるわけですよただ1年トータルして、えー、やっぱり負けちゃったっていうのがね世の常れなんですよね <laughs> 1年トータルしてやっぱりこう1000万買ったよとかねあっていうかもう FX で食べてるからっ,つって会社辞めちゃってですね、あのーまあ、この10年トータルで、えー、っと7億円買ってるよとかね うん、税金を納めてあの、まだまだ何億かもあるよ、つってで。ちょいちょいちょいあの稼いでるよっていう人が、まあ、5万人に1人ぐらいだと思います。で、この5万人に1人が、えっと、世の中に出てこないですよね。そりゃそうだ、めんどくさい。まあ、僕が思うのは、もうめんどくさいから。うん、あの、人に会う、まずね、人に会うのがめんどくさいっていうのと、外に出るのがめんどくさい。うん、なんか、 外にめんのがくさいっていうのとうんまあ家の中でね何でもできるしはいそれでましてやですねえまああの生まれながらにね生まれながらの天才であのいや僕全然ねあの FX 全然練習しなかったけどあの最初からあのお金稼いでるよって最初からずっと損した時ないよっていう人いないですから。 FX は本当に難しいのでね。で、苦労に苦労を重ねてね、しかも長年、10年も20年もね。で、大金、何百万、何千万、下手すら1億、2億、損した中で、歯を食いしばって、<laughs> もうお金ないと。もう最後の最後だと。で、それもなくなっちゃって、また借りてきてね。友達とか親戚借りてきてね。で、それでなんとかね、誠心誠意頑張って、歯を食いしばってたどり着いた、 境地ね <laughs> 境地の世界ですからその,そのレールがねその方法が世の中に出てくることもないし万が一ねこう出てきたとしてもそれを理解することはねできないですできないです <laughs> なぜかというとお釈迦様ね知ったれたタマがタ玉知ったれたがとかねあのイエス・キリストがね歩んだ 道をですねまあ,あのその2人は悟りを開かれましたけれども悟りを開かれた後にね人間はこうすればいいんだって言ってね <laughs> 聖書があったり仏教があったりしますけれどもそれを読んだところで分かんないでしょ私たちだから同じ苦労をしないときなわけね長年そして同じ境地にたどり着いて悟りを開かなければ 同じ結果は得られないんですよね。その結果だけ聞いてもね、えー、仏教の教,教本を読んだところで、そして聖書を読んだところで、ダメでしょ。わかんないでしょ。人生うまくいかないでしょ。それと一緒なんですよ。だから僕もね、まあ、いろんなたくさんの人にね、FX やり方を教えるんだけれども、あの結構ね、挫折しちゃう人多いなと思って、最近、うん、思ってます。はい。 で、これね、前にですね、えっと、出した書類資料なんだけども、もう一度ちょっと読んでみたいと思います。人間の人生とはどうなっているのかということですね、ちょっと宗教っぽくなっちゃうんだけども、まあこれね、人間の心の中っていうのは、潜在意識と顕在意識と超意識の3つに分かれてるっていうのはね、このカントじゃなくて、その、えー、かの有名な心理学者が、 えー、発見したんだよねこれねこういうふうに3つに分かれてってるというのは、えー、心理学者があの証明したんですよね人間の心ってのは3つに分かれてると。これはもう疑う余地のない事実なんですよで, <laughs> でこの3つの意識がどういう力を持ってるかっていうのはまあよく分からないことになってますで私が思うには健在まあ健在意識っていうのは自分が意識する意識だよね、まあ、すごいちょっとしかなくて 0.0001%以下しかないんだよね。この世の中っていうのは、本当にちっぽけで、無価値で、何もない。まあ、だからそこでまあ株、まあ、FX のね、テクニカルチャート分析とか、ファンダメンタル分析なんか勉強してですね、投資なんかやるんだけども、やっぱりこう、力もすごいちっちゃいのでね、まあ、それだけでは全然負けちゃうんですよ。逆に何も勉強しなくても大丈夫なんだよね。 で潜在意識と超意識まあ超意識っていうのはまあ人間っていうのは自分一人の力で生きているわけじゃないからね、あのー、心と体を生かすパワーが体の奥底から流れ込んできてるわけですよねで私たちは、えー、心を使ってですね えー、利己主義に走るか、利他主義に走るかを決めることができると。この決めることができるようにしてくれたのは、この地球上だけですね。でな、なぜかというと神様がですね、この地球上に天国と地獄、天使と悪魔をお作りになってですね、その間に人間を置かれましたね。ですから、力学的にはですね、 プラスの力とマイナスの力そのそのねあのそのプラス電化の力がですねちょうどプラスマイナスゼロになった中間地点に人間の世界ってのがあるんですよだからあの自由選択権自由意志が働くんだよね自由電子と一緒でねあっち行ったりこっち行ったりできるわけですよでそのプラスマイナスの電化がなくなっちゃうと電子っていうのはまたえー <laughs> 原子核の周りを回ってる電子に固定されてしまうのでえー、っと自由意志がなくなっちゃうんだよねだから人間がね天使になるか悪魔になるかを決められるのはこの地球上だけなんですよ死ぬ前生きている時だけなんですよね で、利己主義に走った人っていうのは、まあもちろんその死んじゃったらもう利他主義に行けないからね。あ、ごめんなさい、神様許してくださいって言っても行けないから悪霊になってですね、地獄の世界で一緒にみんなと地獄の仲間の嫌な奴らと住むってことですね。で、この生きてる時に利他主義に徹した人っていうのは、まあ,あの死んでから天国に導かれてですね、 あの本当に優しい人たちと一緒に住むということになります。で、まあ、人間、このね、地球上で生きているときにも、万物創造のパワーをもらわなければ、まあ、体は病気になるし、精神はうつ病になっちゃいますね。で、一番下にアカシックレコードっていうのがあってですね、全人類のですね、過去から未来までの記録が保管されているということです。でなんで未来も保管されているのかっていうとですね、時間っていうのは、 未来から過去に流れるんだよね。だから目標設定が必要っていうことであって、目標設定ってのは未来を <laughs> 設定すること。自分の未来はどうありたいのか、どうありたかったのか。み <laughs>、自分の未来はこういう家に住んで、こういう年収で、こういう仕事をしてて、こういうボランティア活動をしてて、という、あの、明確なですね、えー、未来を導かないと、 未来があって、今があって、過去があるんですよね。で、それがわか、わかんないから、皆様、あの、ノートに、今年の年末の目標、まだ書いてないでしょ。FX いくら欲しいのか。だから、今日も、だから皆様、今日も FX で負けてるんですね。はい。それでね、長くなったのでもう終わりますけども、FX6 万長者になるためにはどうしたらいいかと。 結果、お金を負っていては億万長者にはなれません。億万長者になるためにはどうしたらいいですか,か原因と結果があるんだけども、マインドフルネスの状態にな,るならないといけないね <coughs>。普通の人はさ、まあ、<coughs> まあ、お金っていうのがね、あってね、 まあこのお金が欲しがるために今頑張る FX 頑張るわけだけどもマインドフルネスっていうの人はまあいっこれ目標設定は必要なんだけどあとは忘れちゃうんだねはいこのお金に執着しちゃダメだねまあ、自分は例えば今年の年末に100億円欲しいんだけどちょっていったん決めたらあとは忘れることですね <coughs> f x 億万長者になるためには普通の人はまあ頭の中にお金,お金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 を稼ぐためには FX 朝から晩まで FXFXFX FX FX チ,チャートずーっとにらめっこしてねしかも1分足でにらめっこして机の上にねモニター4台も6台も出してねえっと他のねそのゴールドとかねダウ先物とかとね 比較しながら、今だってやるんだけども、それ固定概念だよね。きっとまたダメだ、インチキだ、詐欺だって、まあ思いながらもね、一生懸命やるわけですよ。で、マインドフルネス、まあ、悟り合い開いた人ってのはどうしてるかっていうと、年末に100億円なるって自分で決めたら、まあそれはなるんだよね。あの、どう、なんか、すってんころりんんでもね、100億円手に入ってるわけですよ。 でそれは FX で入るのか仮想通貨で入るのか宝くじで入るのかそれを決める必要はないですよねうんそれは人間のエゴであってこの、ね、器の中に100億円が入るその方法っていうのは神様だけが決めることだからねうんで普通の人は仕事しなければお金は入んない FX を頑張んなければお金が入んない仮想通貨も頑張るってなってるからこれ水がね 自分の固定概念でで水がいいっっぱいになってるんですよだから神様がねここに、ここにいくらお金入れようとしても入んないんだよね。なぜか先に水が入っちゃってるからね。マインドフルネスの人っていうのは、えー、ど,ういうどういう仕事をしてね、どういうことをすればお金入るか分かんないけど、うん、ただ今は FX やってみようと思ってるだけですね。はい。 こで終わりなんですけれども結局これじゃないですねまあ今日はなぜ FX で勝てないのかこれからどうやって生きてばいいのかっていうことでですねまあここの話ですね頭に汗をかく人と体に汗をかく人ですねの話をしました で FX で食べていってる人っていうのは、まあ万まあ5万、5万人に1人ぐらいだと思います。でその5万人に1人の方っていうのは、もうとてもとてもあの言葉では尽くし切れないほどのですね金銭的な痛で精神的なダメージを負いながらも歯を食いしばってですね、なんとかやってきたと。まあ、いろんなことありますよ、途中でね。<laughs> いろんなことあるんだけど、それでもさ、 自分で決めたこととなんだから最後までやってみようと、うん、でそれはねあの <coughs> 弁護士になったり医者になったりさ博士号を取るより難しいですよだってそれは弁護士だったら弁護士の試験があるでしょ問題があって答えがあるんだから医者だってそうでしょ問題があって答えがあるし博士号 <coughs> もうまあ問題を教授に提起されてね <coughs> 大体の答えのレールを描いてもらえるからね。<laughs> まあそれでできるんだけど、FX で食べていく方法っていうのは世の中に出てきてないんですよ。それほどですね、非常に難しい問題なので、まあ少しのわずかな手がかりをですね、 大切にしながら自分なりにね何年も何年も頑張っていく必要があるかなと思いますそれでは <laughs> 今回はねこれで終わりにさせていただきます千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えし,たいしました失礼いたします